どうも MJ です。 MOD の紹介をしていきます。で、ご紹介する MOD はですね、ジャンクボムズジャンクパワードニュークランチャーっていう MOD になります。こちらの MOD はですね、新たに武器が追加される MOD となっております。追加されます武器はジャンクジェットとなっておりまして、発射される弾薬がミニニュークとなっております。で、武器の入手場所としましては、アトムキャッツガレージのレジの裏にて入手をすることができるようになっておりまして、通常の武器作業台の方でも改造の方が可能となっております。あとはですね、ロード順になるんですが、特に指定の方はございませんので、お好きな場所に置いていただいても大丈夫かと思います。それではですね、簡単にですが、どのような武器が追加されたかご紹介の方をしていきます。武器の入手場所としましては、マップで言いますとアトムキャッツのガレージとなります。で、現在はですね、武器の入手場所となりますアトムキャッツのガレージの方に来ております。素晴らしい。この下手な修理が何かにつながることを祈る。簡単なご紹介となりましたが、新たにミニニュークを発射するジャンクジェットが追加されるモッドとなっております。テクスチャーの方も張り替えられており、武器作業台の方で改造の方もできるようになっておりますので、
またよければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はジャンクボムズジャンクパワードニュークランチャーっていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。